秋野先生は国会議員として国内でも医療薬これの早期に承認せよということを国会でも一の立場でしっかり言っていただいて、そして治療薬の承認がされた。でこれからまさに福岡がもう一回電気を取り戻していくためには、この福岡という街はやっぱり感染症対応室になることが大事なんで、そして日本としてもこんな感染症が出てきた時には絶対に対応できる街にならなきゃいけないわけです。このためにも一の立場でそれでいて国全体を通していくかっていうプランニングができる人間が絶対に、それが秋野放送なんです。日本が感染症に強い、そしてもう一回元気を取り戻すために必ず秋野放送を参議院に押し上げていきましょう。よろしくお願いいたします。